今回は家族で海外に引っ越す予定だったのに置いていかれた。ニートのイッチの話を紹介するよ。ニートは27歳。家族で海外に引っ越しするはずが取り残された。ひどいんを、パスポートまで取らせたくせに置いていくとかおかしくないか？ワイはこれからどうすればいいんや。海外ってことはパッパの出張か？パスポート取らせて期待させておいておいてくの好き。まあニートなんか海外に連れて行っても邪魔なだけだしな。じゃあなんで期待させるようなことを言うんだよ。海外に行ったらワイのニートも治るかもしれないね。みたいなことをマッマが言ってたんだぞ。さ、騙されるイッチが悪い。引っ越しの理由は、今までパッパが一人で海外に住んでたんだけど一回こっちに戻ってきたタイミングでマッマとワイも一緒に行くことになったんを、それでパスポートが必要だとか荷物を詰めるようにとか言われてさ、たくさんは海外に持っていけないって言われて泣く泣く捨てた荷物もあったんだが、もしかして、家をさっさと売るためだったのか？マジでショックだわ。マッマとパッパ、頭いいな。なるほどな。引っ越すって言えばニートの部屋を断捨離させれるのか。ワイも海外でならニートが治るかもしれないって思ってたのに。なんで一人息子を騙すんだよ。こんなん鬼畜すぎるわ。泣いてしまうやろ。ゴミは断捨離しないとな。なんだ？またニートが捨てられたのか。海外にゴミを連れていくことないもんな。でも日本にゴミを捨てていくなよ。立つ鳥跡を濁さずって言うだろ。ワイは鳥の糞か？はぁ、出かける前に用事があるからってマッマとパッパが出かけてそれから戻ってこないんだよ。これはマジで置いていかれたよな。2時間も待ってたんだぞ。パスポートとスーツケースとノートパソコンのカバンを持ってバカだろワイ。英語も勉強しようと思ってたのにひどいんを。ニートだからきっとも同情できない。パッパは金持ちか？それで27歳までニートできてたことに感謝しろ。贅沢だよな。家は本当に売却されたんか？売るって言ってたよ。海外に家族全員で行くのに家はいらんだろ。まあワイは置いていかれたわけやが。所持金は？ほとんどないんを。こんな時まで、せや、すれたてや、だもんな。無言をずっと言ってろよクズ。こういうのと同じとは思いたくない。ワイもニートやけどイッチはもう終わりだと思うわ。ニート歴10年ワイ。仕組みの見物。ワイもニートが捨てられる系のスレを見てがくぐるしたことがあるんだけどさ、海外に一緒に行こうって言われてやっぱりうちのパッパやマッマは最高やって思ったしこれから頑張ろうと思ってたのに。口ではいくらでも言えるからな。口より行動で示せよ。働いて海外に行くための旅費を貯めればOK。マッマも限界だったんだろうな。その状況を作ったお前が悪い定期。働けば別に大丈夫だろ。27歳ならみんなそうしてる。高校生の時に親と丸に別れたワイに謝れよ。日本で何もできない奴が海外で何かできるわけないだろ。英語を勉強することですら一日で挫折しそう。まだ海外に一人で放置するならともかく一緒に住むのは無意味よな。きっとマッマはずっとパッパについていきたかったのにイッチのために耐えてくれてたんだろ。今までに感謝するべき。さっきから電話してるのに繋がらない。親戚付き合いもないしマジで積んでる。ワイに丸ねってことなのか？親としてどうなんだよ。ニートはいつもそう言うけど親の養育義務はとっくに終わってんだろ。成人した男が何を言ってんだよ。こういう考え方をしているから置いていかれるんだろうな。きっと海外赴任するようなパッパならお金はあるだろうけどお金がもったいないっていうよりはイッチと住むのがストレスなんやろ。だろうな。引きこもってんごんご言ってるようなやつだぞ。お前らとワイと何が変わるってんだよ。ただニートかどうかの違いくらいだろ。パッパの稼ぎならワイを養えるんだし連れてってくれてもよかったと思うんご。動ってつけるのはもう癖なんか？こういうの見てると腹が立つよな。宇宙に捨てたい。宇宙ゴミを作るなよ。捨てるならブラックホールにだな。いつか世界中にニートっていうゴミが増えたらブラックホールに捨てれるようになるかもしれん。ニートにはブラックホールももったいない。それよりマジで積んでるんだが、ワイの今後を考えてくれメンス。まずノーパスを売れば？それよりパスポートを売った方が金になりそう。臓器売買。危険。警備員。観光。それくらい自分で考えろ。スマホあるなら調べられるだろ。他力本願なのもニートの特徴だよな。もう丸めばいいと思うよ。存在するだけでイライラするさせるのは才能。どうして連れて行ってもらえると思ったし。ニートを捨てることに成功したか。ホームレスになるしかないだろ。人様には迷惑をかけずに生きてくんだぞ。パスポートまで作ったのは草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方は普通の人生を送りたくてむせびなく、普通に大学行って普通に就職したかった。なんで高卒ニートなんかになってもうたんや。働けよ。もう諦めろ。自覚してるだけマシ。何歳なん？自業自得や。まだ間に合う、受験するんや。今から大学行けばええやん。もう21やで。未来しかないやん、頑張れや。世の中は平等ではない。
それに気づかずうずくまってだだこねたらそや周りと差がつく。30以下ならなんとでもなるで。また他人任せかよ。介護頑張れ。今からまあまあの大学行っても就職するときに空白期間と浪人してこのレベルの大学って思われるのが嫌だ。じゃあ難関大行けばええやん。就職もせず起業したらええ。みんなどこかで妥協してる。何か生きがいでも見つけるべきやな。おすすめの趣味を教えて。なら東大に行けばよかろう。一年死ぬ気でやったらいけるんちゃう？ちなえフラン。東大はつまらんから早稲田行こう。多分一致は発達障害やで。ニートやってるやつなんて総じて発達や。まあね。Y も ASD やで。そういうのって自覚あるの？ Y は自覚ないけど発達だったら嫌だわ。発達って発達の自覚あるの？高卒男やと21でも決して若くはないからな。バイト先でもせいぜい22とか23とかしかいないからな。弁蔵さんですら六郎なんやから大丈夫やろ。介護とか飲食ならまだ間に合うで。あと数年もしたらバイトすらきつくなると思うで。とりあえず受験してみたらええやん。やらないといつまで経ってもニートのままやで。ちなえフラン。うちの友達に高卒、自衛隊、ニート、大卒のやついるけどちゃんと働いとるで。いっちも大学行きや。どんな仕事に就職できたんやその人。企業向けの保険屋やで。保険屋、あ。勤務形態はホワイトやし午前中とか簡単に取れる職場らしくて羨ましいぐらいやぞ。そんな偏見持ってるから行動できへんのや。とりあえず専門でも大学でもいいから行くんや。ワイは私分でいいから大学行きたい。ワイもその友達も私分やぞ。地方のとこでもいいから行くんや。なんだかんだで大卒でカードは強い。別に就職がしたいわけではないんよな。安定しなくてもいいから自分でビジネスを展開したい。公務員なるなり働くなりすればええやん。ニートなんが一番あかんで。高卒でも公務員になれるんか？普通になれるやろ。太郎エフランでもなんとかなるやつはなるけど受験の意思もなくニートしてた一致はどうにもならなそう。受験費用稼いでたとか適当なこと言えばええんちゃうか？この時間のジェイミン優しいな。一致いなくなってるけど。時間帯で層が変わるからな。大卒時25ならなんとでもなる。今すぐ大学探してこい。高校中退ニートやけど質問ある？ちな25。なんで中退したの？社会不適合者やからやで。ひえ、今はニートなんか？今はフリーターやで。8年くらいニートしてたわ。何のバイトしてんの？コンビニ夜勤や。ただあと3年したら丸抜予定や。フリーター始めた理由も丸抜こと決めたからやで。くさ、どうせ丸抜勇気ないやん。Y くんなら普通だよ。お前はもっと頑張れよ。公務員なら高卒でもいけるやろ。民間と違ってブランクあってもなんとかいけるらしいし。公務員って給料安いんじゃないの？行くなら大学なんかやっぱ？専門はやめといた方がええ？専門とか美容界はドキュン、クリエイター系は陰キャが通うところや。太郎で早稲田行ったけど結局ニートになったで。一致も大学行ってもニートになってたと思うで。友達できなかったんか？やっぱ太郎だとバレて浮くもんなんか？二郎までならまあまあいる。それ以上はほとんどいない。三郎で早稲田整形やけど推薦と一般の優秀なやつばっかやったから馴染めずぼっちやった。コンプこじらせたんか？やっぱ相手からも浪人だと聞かれる？いや二郎まで全く勉強せずニートやってたんやわいは。陰キャやから人に話しかけようともしなかったから友達できんかっただけで聞かれたりはしないと思うけどな。早稲田は留年するやつ多いし。わいは高校卒業してすぐ芸能界飛び込んだら取り返しつかなくなってしまったわ。あっという間に来年4浪の年になる。3科目やし今から丸抜きで勉強したら受かるで。ワイも勉強したのは1年だけやし。丸抜きでやったけどな。ただ政治経済学部は来年から4科目になるらしいから諦めろ。小あたりの比較的優しい学部でええわ。文学部演劇コースもありかと思ったけど、太郎は浮きそうだからやめとく。文と文工は女多いし現役率高いからな。小の方がええと思うで社学。唐突の社学でくさ。どうせなら起業するときに役立ちそうな学問がええ。一致と愛はなるべくしてニートになったんや。予定調和という名の運命やったんやな。大学行って合法ニートするのが一番楽。いやそもそも思い描く普通の人生ってなんなんや。目標が明確やないから何したらええかわからず道筋も立てられへんのやないか。まずは明確なゴール地点決めろよ。そこそこの大学行って都内のオフィスに就職。渋谷のタワーにオフィスを構えるメガベンチャーを起業したいんごねえ。21ってクソ余裕やろ。元旦からハロワイケや大歓迎されるで。Y さんローエフラン電気工やけど就職不利でもなかったから頑張れや。虫になれ。Y 大卒3年ニートやってたけどホワイトそうなとこ内定決まったで。一致も頑張れ。来春から勤務か？せやで。エフラン工学部ほんまええで。高校レベルの数学物理で偏差値65あれば学部2年前期までお遊びや。今すぐ職探すのが一番ええで。
学校行くって一見堅実やけど単なる先延ばしやし。Y が住んでるところ田舎や思考卒だと肉体労働しかないんだよな。スーツをバッシリ着て華やかなオフィスワークに憧れる。ニートは工場がええよ。底辺を襲う。人生と同じやん。自衛隊が手をこまねいて待っとるで。大学行ってないやつこそ変なコンプレックス持ってるよな。別に特別なものなんて何もないのに。何かあるような気がしてしまうんよな。YouTube みたいなもんや。普通なんてないんやで。それは幻想や。いっち。言ってやいいことあるで、21歳という年齢はみんなが羨む若さや。大学か就職か早く決めろよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ガチ引きこもりなんやけどもういい年やし外に出てみようと思う。初心者におすすめの場所頼む。どうせ23とかやろ。40や。若い、まだまだこれからやん。パチ屋の休憩室へで。どこ住みだ。千葉、夢の国があるじゃん。人のいない公園探せ。大抵子供いるわ。それはそれで楽しそう。深夜にでも家の周りを散歩してみればどうだろう。寒いわ。行きたいとこに行けばええんやで。焼肉行きたい。人目気にしたら行きたいとこも行けんし、行った方がええで。Y が支柱引き回したるで。お外は危険がいっぱいや。今はやめとけ。まあ確かに来年でええか。もうすぐやん。家の周り一周。冬の東尋坊とかええで。ええなあそれ。親がいなくなったらどうするんや。深夜徘徊しろ。おすすめはパチ屋の休憩室かブックオフやな。ワイニートやけどいつもいたわ。年末年始は都内から人がいなくなるから行ってみたら。40って言った瞬間に空気凍ったな。ファー全く気がつかなかった。途中でなりすましいたんだな。イッチじゃないやん。ワイニート上がりは年末お仕事よ。寒い時期はみんな外出えへんからな。とりあえず外で一人飯食えるようになるとこからやな。多少見た目に気をつけてマックにでも行ってこい。近所の小学校から漏れてくる声が煩いと思ったことある？風呂入ってヒゲ剃ってバリカンで髪を剃ってスーツを着れば見破られることはないはずや。ガソリンかなたかって新幹線で京都へ行こう。いい話だな。ハロは。そろそろ働けよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。来年で28歳だけど絶望感半端ない。友達いないし彼女できたことないしこれからどうしたらいいかわからない。仕事は？ハロは通ってる。ニート歴なんぼ？28歳。ニート歴はそこまで長くないけどいろいろと嫌になってる。ワイアン、友達はおるけど。羨ましい。ワイは仕事のが心配や。友達も彼女もいらんから一生経済的に安泰ならいい。今は稼げてるけど5年後同じ額稼げてる自信ないは辛い。しゃあない来世に期待や。医学部再受験しろ。28歳のニート多いな。同い年やんけ。ワイは大学卒業してからずっとニートや。無職の年越しは辛いぞ。うわマジで終わっとるやん。どんな青春過ごせばそうなるんや。とりまスペック書いてや。前職は何やってて、なんで辞めたん？ほんま負け犬の分析好きやな。いや普通に世間話やんけ。疑心暗鬼か。世間話でスペックとか言うか？30歳公務員やけど仕事ついても一緒やで。Y も友達も彼女もおらん。すまん空白期間5年の Y の方が絶望的やろ。今何歳？27歳。ほぼ同じじゃないですか。頑張りましょうや。てめえが頑張んだよ。アンチは早く寝ろ、めんどくさい。自分に都合が悪いといつもそれだよね。逃げてばっかのゴミクズ人生頑張れよ。30まではセーフ理論信じてけ。いざとなったら自営業やろう。こういうの見ると親が会社やっててそのままそこに就職したワイは恵まれてるんやろな。親ガチャって大事だわ。23やけど手取りで28はもらっとるし。すまんけどワイを雇ってくれないか？真面目に働きますよ。全然終わってないやん。エアプ多すぎやろ。では皆さんおやすみなさい。ハゲてないだけセーフやぞ。ネットを飲みして30までは大丈夫とか本気で思ってるやつ頭おかしい。ですから人間性が垣間見える。こいつは新生のゴミや。それ。同い年や。ヒゲ脱毛に挑戦したい。絶望とか言いつつ動きそうにないよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート、元で500万で株価 FX を始めたい。月20万くらい稼げたらええわ。一生働きたくない。500なら株。元で500万から月20は夢見すぎや。月10くらいは？ニートにそんな金ないぞ。あるわバカタレ。500万じゃ無理。2000万投資して、ようやく月10万やね。は、これマジ？無難にやって期待できるのは年 5% 程度よ。どうしても最初は投機になるな。その種で生きていく気なら。株価 FX っていうのがもう絶望感ある。その頭の弱さじゃ無理やろな。最低2000万はいるわ。実家暮らしなら1000万でもいける。実家住みや。500でなんとかならんか？ええけど月20ならギャンブルになるぞ。月10ならいける。ガチれば20万いけるんか？ガチればな。ただ、毎月20万ガチとかじゃなく今月60万ガチ先月20万負けとかの平均20万ぐらいになる。毎月、勝つなんてのは不可能。
都合でトレーダーでも年利益10出せたら天才やからな。まず勉強しろよ。月20万なんてアホなこと言えなくなるから。そんなんだからニートなんだよ。今って何がおすすめ？もうすぐ満期で収入1000万できる。勉強しながら待機。捨てていい小銭で実践は一応やっとく程度。500万なら10枚くらいでやるのがええやろ。最初は少額から始めるんやで。FX より低位株の吹き待ちやった方が儲かるで。トルコリラスワップ生活や。10万くらい硬いやろ。詳しく教えてくれや。年間の利回り5から7%でいったらそうなるだろ。投資じゃなくて投機したい場合は知らん。海外口座はやめとけ。月20だったら絶対普通に働く方が楽やんけ。普通に働いて月20稼ごうと思ったら、週5で朝から晩まで働いてようやくやぞ。週7で24時間モニタ見続けるよりはるかに楽だろ。桁が一つ足らへんやろ。株しかないな。FX だと元手が少なすぎる。今なら上がりすぎたポンドを売ればボロ儲けやで。で元手で元手600万で月50万余裕なんやが。インデックス運用しながら普通に働けや。500ポッチで不労所得生活とか考えるやつは FX なんかしちゃあかんわ。今なら恩返しで儲かるやろ。世界一の投資家さんが言ってるぞ。500万ならソーシャルレンディングとかどうや？とりあえず働いて月20万稼げ。それで毎月20万買ってるのと同じなんや。人的資本無駄にしたらあかんよ。年利 10% 超えたら大したもんや。月20万を持続するのは不可能。FX で20万を25回入れば勝負すればまず間違いなく増えていくぞ。Y はそれで4000万まで増やして株に移った。年利 20% 目指せ。JT 全力。株って含み損の状態の配当にも税金かかるん？投資信託の分配金は含み損なら非課税よね？非公開株式に投資するのってどうなんかな？こんなとこで聞くより金払ってセミナーみたいの行った方がええんやないの？ Y 社会復帰したいんやけどアドバイス欲しいんを。鬱にならんようにするにはどうすりゃええんを？まずハロワに行く。わかった。素直。かわいい。楽なことばっかり考えてると失敗するぞ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート日本はレール外れたら終わりだからこそ、これ勘違いだよな。レール外れても勝ち組になれるやつはおるやん。つまり、レールっていうのは才能も何もないやつのための救済措置なんだよ。そうですね。これはかなりわかる。有能はレール作ってるからな。なのにその負け組はレールを恨むという謎。その仕組みを有効利用できるやつとできないやつに分かれる。それレールから外れてないだけやぞ。じゃあお前が言うレールってなんやねん。法律無視とかならもう知らんわ。そもそもレールを走ってた時期あんのか？レールから勝手に外れた。レールがないと何もできない無能がレールに文句言ってるのほんま謎やねん。典型的なヒーロータイプやな。みんながヒーローになったらどうなるか考えてみ。そんなたられば無意味や。たらればとかそういうことじゃなくて、自分が頑張ってるから社会が成り立ってるんやと思うタイプの人間ってことや。ニートってのは何もしないことでそれを支えてきたキャッチャーみたいなもん。ニートってのを作ってるのは実は君らなんや。マジの有能なら遊び放題の国なのに何してんの？バカなの？底辺でも普通にやってやそれなりになれるのは日本のいいところやろ。そもそもガチの勝ち組は全員レール外れとるからな。ほんこれ、レールガン無視で勝てるやつはおるやんとね。日本は救済措置が多い国だと思うわ。わかりにくいセーフティーネット。日本ほどイージーモードの国で苦労してるやつって他国だったらの垂れ丸のやつだよな。でも医者の息子は医者になれるか？レールから外れても意外と簡単に復帰できるよな。能力がないのに自らレールから外れてどうのこうの言うやつは頭おかしい。レール外れたとしてもニートで落ち着くようじゃそやね。ただの言い訳やし。こういうのって相対的なもんだから海外に比べたらやっぱり再チャレンジしづらいんじゃね。海外のほとんどがワンミスしたら丸のようなところばっかりやぞ。そもそも生まれた時点でレール踏み外して復帰できないとかざらやからな。どこの国でもレール外れたら厳しいんちゃうの。どんな無能でもレール走るだけで生存できる神みたいな世界。文明できる前だったら丸んでたやつがボロボロおる。レール外れても終わらない国ってないし。就活くっそめんどくさかったから転職活動とか絶対だるいわって思ってたけどいざやってみたらあっさり次の職場決まったし割となんとかなるで。若者に優しい日本。就活事情に現れてるわ。政治家は教育に金を割かないで老人ばっかやけど。レールから外れてるのに生活できてるやん。レールって何？高校受験、大学受験、新卒一括採用の黄金ルートのこと。レールなんてないやろ。みんな努力や。レールを勝手に想定して勝手に苦しんでるやろ。ニールに見えた。先進国は差はあれどどこもレール乗れないとあかんって話を聞いたからなんかムズムズするわ。大学出て途上国の大学院行って卒業もせんと帰ってきて友人のつてで沖縄行って仕事してそれも1年たたんと帰ってきたけど。普通の会社に就職してサラリーマンやってる。人生案外なんとでもなるよ。諦めて努力しないための言い訳やん。
自分でも気づいてないんやろけど。というか外れても終わりじゃないだろ。生活保護でぬくぬくと趣味やってたらええやん。珍しく有能なエッチやな。家ガチャの時点で大体決まってくる。勝ち組の定義とは、有能は独自のレール作り出して勝ち上がる。才能なくても35まではレール外れてもなんとかなる。うるさいわね。何そんな勝ち組ずらしてマウント取ってどうしたいわけ。いやワイも君と同じ凡人やで、だから素直にレールに乗ってんねん。そういうマッチョな思考回路押し付けないでくれる。思ってるだけで言わなくてもいいじゃない。レールに乗るにも才能がいるやろ。才能ないやつを切り捨てる社会に未来はないぞ。才能ないやつのためにレール用意してやってるのに、そこから勝手に外れたやつまで切り捨てるなってのは無理やろ。みんなと同じようにやるのもある程度才能がいるやろ。発達障害とかでみんなと同じようにできない人にも、日本だとやる気がないだの協調性がないだので省かれる。生まれつきの能力や家庭環境による差を考慮せずにみんなと同じようにやれって圧力がすごいから、底辺がものすごく生きにくい国。疾病なければ30までは本人の頑張り次第で普通の生活を送れるで。レールから自分で降りたくせに他人に降ろされたと思っとるやつもおるよな。ふん。で、お前それ無職板の40前後職歴なしにいとすれで言えんの？レールなんてワイの走った後にできるんやで。新卒一括採用だけはあってくれて感謝してるわ。海外からニート20年やってても復帰したら年収1000万もらえるとか思ってそう。海外の方が無能に厳しいやろ。そもそもそんな芸当ができるやつなら日本でも余裕だわな。レールは途中で途切れるから気をつけるんやで。高卒でも平均年収超えとるやついっぱいおるしな。日本はレール外れてもそこそこまともに生活できる。底辺にこそ優しい環境やからな。レールだの普通の幸せだの考えてるだけ無駄やで。楽しいと思うことしてればええねん。そいつらの言うレールって自分の小学校の頃のクソみたいな未来予想図のことだからな。レール外れても余裕でやっていけるよな。終わりって言ってるのはそう思い込んでるだけ。ほんとそれな。俺もレール外れまくったけど今なんとかなっとるわ。日本は世界的に底辺にめちゃ優しい国やぞ。だよな。生活保護あって医療制度も充実しとるし。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ワイ高齢クソニート、もう取り返しがつかず同国する。傷の舐め合いをしたい。毎日毎日アホらしくなってきた。何歳？24歳。は？高齢無職の誕生やな。老害やん。50歳過ぎてから出直せや。は？お前何歳だよ。クソジジイかな。独身なら余裕。ワイその1.5倍。大卒？大卒や。たかが2年ってしょぼすぎやろ。友達はみんな働いてるんだが、考えるだけでも胃が痛くなる。36歳のワイが株ニートしてるやから平気平気。年収なんぼなん？稼いでるだけ立派やん。4年仮想通貨で資産8000万から3000万に落ちた。所得税で丸2層やな。まあ頑張るんやで。おうよ、10年後は資産3億や。こうやってニートのふりして本物をいじめて楽しいか？英語を活かせる仕事に就きたい。日本から出て南アフリカとかで仕事したい。南アフリカならいくらでもあるやろ。コールセンターとか行きや。それ、その仕事に就きたい。前南西で南アフリカで働いてるやついてえなって思ったんや。なんで新卒という最大の武器を捨てるのか。これ以上お父さんお母さんを心配させるな。迷惑かけるな。地に足がついた、真っ当な人間になろうとなぜ努力しない。こんなクソスレで傷の舐め合いしてる暇などないはずだ。まずやるべきことの優先順位をしっかり見定めなさい。これ以上家族を悲しませるな。努力はしてるから。夕飯で家族と食卓囲んだ時に親の顔見たことある？お前らに仲良く接しようと努力してる親御さんの引きつった笑顔を見て何も感じないのか？言いたいことも言えない仮面家族にしてしまっている原因は誰にあるんだろうね。もう取り返しのつかない年齢まで来てるのにまだ一発逆転狙ってるんだ。今まで逃げてきた分のツケを地道に生産していこうって気ないんだ。大卒無職って空白1、2年やん余裕やん。説教2期、シュバシュバってきて笑った。まだ余裕やんって言ってほしそう。ニートに徴兵制度も受ければ良いのに。甘えた根性叩き直せるし、ワンチャンお国のために丸なせれるから親の顔も立つ。日本って新卒逃したら終わりやろ。ほんまそれ。日本の制度や慣習っておかしいわ。まるで日本以外だと2年間ニートでも楽々就職できるみたいやな。そうは思ってないが、日本の就活状況と海外は全然違うって言いたかったんや。海外って言っても様々やけど、日本以上に即戦力求められるで。親はペット感覚で子供を飼うな。優しく甘やかして育てた結果が今のこいつら。いわばこのスレの住人は被害者なんだよ。こういう人間は国に保護されて丸処分するべき。ワイニート、勉強したいけどやる気が全く出ない。誰か助けて。それはさすがに甘え。ワイは毎日勉強してるぞ。24歳とか余裕やろ。ワイは30歳職歴なしニートやぞ。
Y みたいになりたくなければさっさとハロワイ君やな。24歳とか余裕で巻き返せるやろ。40歳超えてからが本番。甘え、怠け、権利を主張しつつ責任を返し、親に責任転嫁、本当に君たちが生きてる価値はあるのか？28歳ニートの Y、そっとし。を見つけた紙の見物。ちな総計卒やで。国立の院も出てる。急に学歴でマウント取ってきてくさ。学歴以外なんもないからや。察してくれ。文系なら学歴なんも意味ないやろ。日大の理工とかのがまだ価値あるわ。文系やで。正直公務員試験とか総合職でも余裕で受かるけど、プライドがね。じゃあなればいいじゃん。弁護士になるより高級官僚の方がよっぽどエリートだし高級取りだぞ。東大やないから、総合職はどうせ官庁訪問で済むで。検察官になるのが夢やから、まだ諦めたくないわ。検察官になる方法は他にもあるじゃん。公務員からなるのも遠回りやけど悪くないと思うで。他のルートは副検事しかなれないよ。バッジの色が違うからいやんごよ。人生ほんまうまくいかんよな。まず自立を覚えよう。万が一職に就けても、親に寄生した甘さがどこかで出る。君らは嫌なことがあるとかならず逃げるから長続きしないと思うよ。まずは強靭な精神力を鍛えるべく、地味猛量の集う日雇いにでも行ってこい。Y も24歳無職やで、新卒就職から半年で鬱になって空白1年や。職歴あるだけ甘え。こっちは気が狂いそうで夜も眠れないんだよ。また社会復帰の情報収集して達成感を得てゲームとアニメの世界に戻っていくのか。アニメなんて見ないぞ。お前と一緒にするな。こんなやつどうでもええから Y の相談に乗ってくれや。ちな23歳定時高校卒職歴なし。36歳式ニートの Y、これから就寝。英語できるのすごいやん。大卒の24歳ニートが取り返しつかへんとか言ってんの笑う。何の問題もないぞ。就職という現実から目をそらすためにニートとか無職ぐわら、なんてままごとに逃げてるんだよね。弱い人間だよ君は。お母さんは今この瞬間も君の未来を案じて悲しんでるんだよ。涙が出るからやめろ。大学中退して適当にバイトやってたりして、まだいけると思ってたら気がついたら7年経ってたわ。時の流れ早すぎて焦る。社畜に説教されるのを恐れて、失態中、勤務中、就寝中を狙ってスレを立てるその逃げ癖を直さなきゃ社会復帰も夢のまた夢じゃないかな。報告したいのは両親だろ。司法試験受かれば社会復帰できるのに、今年も手応えゼロで結果発表前から来年に向けてもう勉強。ワイと境遇が似てるな。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はコンビニで暴れてで禁になった、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは27歳。コンビニで暴れてで禁にされる？店員の方から変に絡んできたのに、なんでワイがで禁にされるんだよ。で、何をしたの？怒らないからおじさんに言ってみようか？ろくなことしてないんだろうな。ニートがいると客が減るからじゃね？ニートだとあんまりやることがないし、コンビニくらいしか楽しみがないのになんでで禁なんかにするんだよ。それより何をしたのかはよ。実家のすぐ目の前にコンビニができてかなりお気に入りだったんだよ。Wi-Fi も使えるし暑い時は涼めるしさ。それでゲーム機とか持ち込んでダラダラ居座ってたんだけどな。この前、イートインに人がいなくてそこで座ってゲーム機で遊んでたら、イートインは飯を買わないとダメだって注意されたんだよな。当たり前でくさ。イートインって店員から見やすい場所にない？ここのコンビニのイートインはレジからは死角なんだよな。でも監視カメラには映ってるかも。あ、ちなみにイートインは仕方ないから注意されてからは使ってないんを。で、デキンになった日はペットボトルに Y の好きなおまけがついててさ。好きなのが出るまでペットボトルを床に並べて吟味してたんだよ。そしたら前にイートインで注意してきたのと同じ店員が注意してきて、イライラして言い返したら、向こうもごちゃごちゃ言ってきてムカついたんだよな。がまるじでくさ。ペットボトル並べるなよ。ちゃんと片付ける気はあったんか？スーパーでやってるやつ見たことがある。それでデキンになったのか？違うんだよ。それでイライラした後で小腹が空いてさ、肉まんを食おうと思ったんだよ。マッマからもらったお小遣いないで買えるからな。それでレジに行って肉まんを指さしたらケース内には何も紙のケージとかがないのに、まだ虫終えてないって言うんだよ。こっちはあれこれ注意してイライラしてて、肉まんを食べたいのにさ、期待をマジで裏切られて切れたんを。なんで肉まんが食べられないくらいで切れてんだよ。これだからニートは。短期すぎ笑た。それで店員と言い合いになってさ、さっきようやくゲットした買おうと思ってたペットボトルを、店員に思いっきり投げつけたんだよ。これはできんでも仕方ないと思う。何してんだよニート。肉まん食べれなかっただけで店員にペットボトルを投げつけるニート。うわぁ、ニートの Y でもドン引きだわ。そうか？普段は Y もおとなしめなんだけどな。マジでイライラしたんだよ。
そしたら大騒ぎになって店長も出てきて、迷惑だから来ないでほしいって言われたんを。何も買ってないならわかるけど、ワイは家が近いから常連なんだぞ。なんでできんなんだよ。マッマからコンビニに行くときにどれくらいお小遣いをもらってるか知らないけど、大した金額じゃないだろ。イッチが貢献する金額よりも大笹の方が勝ったんだろうな。あだ名とかつけられてそうだよな。ああわかる、コンビニって結構あだ名がつけられるイメージがあるよな。できんだって言われてからムカついてさ、帰り際にゴミ箱を思いっきり蹴ったんだけど、店長に後ろから思いっきり怒鳴られて、なんか怖くて走って家まで逃げてきたんを。雑魚すぎわロタ、マジでどうしようもないやつだな。で、どうするの？もうそこのコンビニは行けないだろ。逃げてくるのがニートらしい。あんまり遠いところに行くのは苦手なんだよな。途中で知り合いとか近所の人に会うのが嫌だし。だからコンビニがちょうど手頃な場所だったのに、ますます引きこもりそうんを。邪魔なだけだから引きこもっておけよ。Wi-Fi ただ乗りしてイートインを占拠してるニートなんて、出禁にするしかないよな。個人的にはペットボトルを並べてるイッチを想像して増えた。同じ柄ばっかり連続で置いてるから悪いんだろ。すぐに好きな柄のおまけが出てきたらそれを買って帰ってたのにさ。イッチみたいなのが触るから余計に偏るんだよな。なんだ別のイッチのせいか。スーパーとか段ボールに入ってるやつだと探しやすくない？スーパーは遠いし知り合いとの遭遇率が上がるんだよ。ところでなんでニートしてんの？就活失敗して、なんか微妙な会社に入ったんだよな。そこで数ヶ月だけ働いて引きこもったらパッパにまた働けって言われてさ。次の会社も辞めたら親に諦められたっぽい。もうずっとこのまま引きこもってるか、どこかリモートオケの会社に入れてほしいんを。それなら自分で転職活動して探すしかないだろ。イッチみたいなのがリモートしたらすぐにサボりそうだよな。自制心が効かないやつはリモートはしない方がいい。マッマやパッパもコンビニを出禁になるような子供を育てたかったわけじゃないだろうにな。これだから子ガチャは怖いんだよな。ハズレって軽く言えるレベルじゃないし。別のコンビニを開拓するか。でも迫るんは Wi-Fi やらなくなったんだよな。自分家の Wi-Fi じゃダメなのか。いつまでもゲームしてるとマッマに怒られるんを。厨房かよ。そのうち家も出禁になるな。ニートがコンビニに迷惑かけるなよ。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニートを批判してる奴らに一つ聞きたいんやが、将来ロボットとか AI が普及して働き口がなくなって、自分がニートになっても同じこと言うの？親がかわいそう。親が許容してるなんて本気で思っているんだから。言うかどうかはその時になってから考えればいい。これで終わり。棚上げしないという絶対の保証がないなら批判はするなよ。それはニートになってもいい世の中の話やから、今の世の中の話とはちゃうやろ。まあワイはニートなんやけどな。今も親が納得してるならニートしても別にええやろと思うが。弟はうるさいけどな。どうせその時には別の仕事してる。自分がニートになっても同じこと言うの？だけでよかったやん。ニートが大量に生まれる危険因子があることも主張したくてな。遅くて30年後、早ければ20年後には日本の失業率は 50% を超えるやろな。半数が働かなくて成り立つ社会なら、もうニートとも言わへんやろ。誘拐ワンカはその時にならんとわからんぞ。稼げる仕事を作るのも仕事や。仕事なんか探せばいくらでもその辺に転がってるんだぞ。その辺の石ころ拾って1億で売りつけることに成功すれば、立派な仕事やし収入なんやから。将来それを見つけられなさそうな無能どもが、今でかい面してニート見下してるんやで。誰かが見つけた奴に乗っかる才能があるんやぞ。ニートにはそれすらないじゃん。才能がないのとやる意欲がないのは別物やから。意欲も才能のうちだぞ。その気になればできることでも、リターンがしょぼすぎて意欲がわかんのは才能と無関係やろ。リターンゼロ選んどいてよく言う。一番愚かなのはコスト労力に対するリターンが見合ってない行動を取ることやで。非正規とか発給者地区とかな。じゃあ正規高給取りになればいいじゃん。今その手段を模索してる最中なんやで。なんや就労意欲あるんかいな。ニートやないやん。ニートだから批判されてると思っている時点でもう？Y の弟は Y が親から金を恵んでもらうことで、自分の将来もらえる遺産が減っていくことに文句言ってるな。AI が普及してないのにニートのやつ？そいつらが AI 普及してなかったらニートではなかったという証明ができなければな。ニートとかいうゴミやってるくせに、バカにされたくないとか思ってこういう奇弁で精神保ってるんか。哀れやなぁ、哀れ。恐ろしいまでに奇弁やなぁ。Y と同じこと言うニートは腐るほどおるぞ。何人集まっても納税額はゼロなんでしょう？消費税払ってるぞ。誰の金でや？親の金やね。しかしその金も Y がいなければ使われることはなかったかもしれんわけや。それ開き直りって言うんだよね。必死にみんなに反論してるけど理解はされんやろな。ニートを必要以上に攻撃的に批判する学生は、将来ニートになる確率が高そう偏見。そういう奴らって大概オタクに対してもアホな偏見持ってるしな。
結局自分より下を見て安心してるだけやんね。下を見て安心というか、下と思って安心と言った方が正しい。オタクを不潔だの臭いだの決めつけてる奴らが後を絶たないのもそれ。ファンくらい受け流せよ。別に職なくなっても金稼ぐ方法はいくらでもあるやろ。ニートはない。いいから働けよ。働けないなら投資でもやって金稼げ。とりあえず金稼げ。やむを得ない理由で無職なのは、まあしゃあない。だがそうじゃない無職はゴミだぞ。引きこもりのセミナーだと親がほぼ問題のある連中ばかりらしいな。そういう親のせいで人格形成されてしまったんだから、やむを得ないと言える。でも実質親のせいって言ってられるのは未成年の間だけで、そこから先は自己責任やろ。成人して以降の人格も含めて親や社会が形成するんやで。その結果として精神病になってしまったんやから、Y の責任ではない。弟が家持て取るんなら、親に責任転嫁するのはさすがにおかしいと思わんのか？親が Y と弟に 100% 同じタイミングで 100% 同じことを言って 100% 同じことをしたのならそうかもな。だが現実的にそんなことはありえんわけで。つまりは一致は失敗作で、弟は成功作品ってことか。ええや、言って人間の仕事どこまで奪うんやろうな。つうか新しいもの嫌いの日本で、そんなすぐに AI が普及すると思ってる時点で Y からしたらよくわからん。ニートできる経済力があるのは羨ましいんを。働く人は働くし働かない人は働かないよ。セルフレジがあんだけ普及してるの見ると、頭使わない単純作業はすぐ機械に取られそうで怖いんご。むしろパンにシール貼るだのそういう仕事の方が意外と生き残りやすいらしい。上で貼ったどこぞの文献でも読めるが中途半端な頭脳労働が一番危ない。ニートだけどバカにされたくないみたいなのやめろ。オンジェイミンにはプロ棚上げナーとしての誇りがあるねん。マウントを取るためならたとえブーメランが顔面にぶっ刺さろうとも敵を叩く、それがプロやねん。君みたいなチキンとは覚悟がちゃうんや。まあ勝手にニートしてればええけど、社会の礎になってる人より上だと思ってんなら叩かれてしょうがないわな。働いてから言えば？銀行とか AI の導入によって万人規模で従業員削減しようとしとるしな。もう変わるところは変わってくやろ。働かなくていいから、自分一人で食っていけるくらいの稼ぎは生み出せ。結果一致は何がしたいんや？ニートやオタクをバカにするなってことやで。ニートのくせにバカにされて悔しいとか思うんか？その悔しいって気持ちを行動力に変えれんからいつまで経ってもそんなんなんやで。そうやってドキュンになる人間もいるのを考えれば、多少はね。同じプラマイゼロなら、プラスも生み出すドキュンの方がマシなレベル。ドキュンが生み出したマイナスは消えないんやで。ニートの中にはドキュンにいじめられてニートになったやつもおるはずや。更生したところでそれは消えんねん。奴らはそれを上回るプラスを出せるんやぞ。まあ弟というか2番目の子は容量良くなるっていうし。バカにしないで欲しかったらバカなことしてないで欲しい。むしろニートって、働かなくてもいい環境にあるって考えれば勝ち組やん。多くの人間は働かなあかんから働いとるわけで。だからこそ嫉妬でニート叩きしてる側面もあるやろうな。最近になってネットでニート叩きが激増したし。ニートって退屈しないんか？別に退屈するかしないかは自分次第や。AI が普及したら余計にニートの居場所がなくなるだけだろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート、1時間半電車乗って行った日雇いバイトをついてから断られる？惨めすぎないか？惨めすぎやしねえか？充電あと 6% しかないし。なんだこの人生。1年半ぶりにやっと働く気が起きたけど、まずはリハビリがてら日雇いだと思ったら何これ。どうする？帰りたくないけど金ない。もうここでの垂れ丸みたい？でも交通費とお断りのとお金もらえるやん。ええやん。いやもらえてないが、そんなシステムあんの？大丸か？ジョブなんとか。ショットワークスで申し込んでからジョブなんとかのサイトに飛んで登録するんだがそっちがメイン。というか、ショットワークスに募集が出てる時点で実はすでに募集終了してたみたいな。その元のサイトに登録せなあかん感じやったんやな。そう。ショットワークスからこっち登録してねえってメール来たから電車で登録してたんだが、Y はすでに募集が終了してる日雇いのために頑張って個人情報入力してたみたい。どうやったらそうなるんや。連絡チェックしてなかったんか。応募締め切ってから採用連絡しますよって書いてあったんだけど、応募締め切り時刻から使用まで1時間しかなくて、家からここまで1時間かかるから連絡待たずに来るしかなくて、ずっと電車と駅だから電話もできなくて、着いたけど集合場所に誰もいなかったから電話したら、すでに埋まってまして、でさ、めっちゃやる気あるやん。やる気を使いたかったわ。ボクシングでも空振りが一番疲れるやろ。どんまい。これはさすがにマイニャわ。細かいようだけどニートではないよね。日雇いで働けてたらな。働けてないから1年半のニートは健在なわけだ。就労意欲があって実際に行動を起こしている時点でニートではないよ。え、そうなの？
でも働けてないから社会人でもないじゃん。Y は誰？フルキャストやっとったけど簡単やったぜ。たまに前日キャンセルあったけど。ショットワークスじゃダメだったってことか。フルキャストね、わかった。なんつうかもうこの先うまくいくことなんてねえんだろうなって。Y の心をありありと表すな潰すぞ。おもろすぎるわこの道家。お前らを笑顔にできたならよかったわ。Y の代わりに笑ってくれ。うんこのニート。お前らほんま社会から一度もドロップアウトすんなよ。戻れなくなるぞ。引っ越し手伝いに応募や。実家で引っ越し経験したことあるけど、家具とか運ぶのクソ辛そうだったし、上司と行き合わせないとダメそうだったし無理だわ。とりあえず体力つけるのにいいかなと思ったんよ。コンビニとか接客は無理やろ？まあ無理だが、引っ越しなんて他人様の私物触るんだし接客より密接では。何かあっても上司が対応するやろ。移動は助手席やろし。いや一応参加はするじゃん。大事なもの触りたくすらないんだよ。だから飲食嫌なんだ。Y も養ってもらってた時期があるから少しは気持ちわかるが、社会復帰できたで。スーパーの鮮魚コーナーおすすめや。超絶人手不足だからパートから社員になれる。つまんなそう。あと食材触りたくないわ。汗かきだから垂れそう。日雇いも場所選ばんときついよな。飲食とかコンビニとかチームワークが出来上がってるとこに一日だけお世話になるみたいなのは孤立しまくって惨めで精神的にほんまにきつい。コンビニは相方一人だし行けるんじゃないの？わからんが、飲食店はさすがに無理だわな。近場ならヘルプ行こか？ヘルプってなんや？今月の電気代と水道代計1万5000円くれるんか？この失敗でもう登録ミスらんやろ。一致経験値上がったぜ、前向きに行こう。今回はショットワークスからジョブなんとかの登録だったけど、今度はジョブなんとかのフォームから登録しなくちゃいけないからまたミスるかもしれん。よほどのゴミなんやろな。うん。反面教師として金もらいたいくらいひどいありさまよ。冬の日雇いはきついね。室内だったんだけどな。働けてれば。フルキャストでコンベアで運ばれてくるペットボトルのおまけつけるだけのとか、運送の道場とかやって楽しかったで。ペットボトルいいな。運送ってなんや？引っ越しか？そん時は引っ越しじゃなかったな。配達みたいなやつや。店舗の裏側とか入れておもろかった。いや普通働くやつは数日前に確定するやろ。なんで当日応募してすぐ働けると思ったんや。だって今日のバイトまだ募集してたんだよ。電話して今から登録して現場入れますか？って聞けよ。いや登録は済んだんだけど遅かったの。もう埋まってますってはっきり言われたよ。事前にやれって言ってんの。現場行ってから電話するバカがあるか。だって応募締め切りから始業まで1時間で。締め切ってメンバー確定して集合場所とお知らせて、1時間で予定の人数確保できると思うか？常識とかないんか？思った。よほど仕事早い人がいてレスも早いいい会社なんだなって。始業1時間前に登録ってそんな日雇いあるんか？あるって歌っといてなかったんや。いや普通に考えて雇う側だって事前に何人来るか分かってないと困るやろし、当日受付の仕事なんてあるわけないって思うやん。普通に考えられなかった。へえ当日でも働けるんだ、って思った。日雇いなんて向こうはマジで使い捨てのコマとしか思ってないんやからやるだけ無駄やぞ。金くれるなら何でもいいわ。金ないねん。ウーバーやろうぜ。顔さらすの怖いわ。通貨タイミーの近場のやれよ。タイミーってそんな違うの？どうせ釣りやろ。アホすぎる。釣りならばどれほど良かったでしょう。いい勉強にはなったで。先手先手に動くことやな。まあせやな。額面通りに受け取ったりギリギリで生きるのやめるわ。成人してまだ学ぶことあるとは思わなんだ。年取っても学ぶことだらけやで。若いうちに早よ社会出ろ。日雇いは距離と日給だけで選んだ方がええぞ。給料と辛さ全然関係ないからな。年末のパン工場とか箱開いてるだけで時給2000円やった。距離と日給以外ある？すげえな。何パンだよ。そら片親パンよ。昔は多少体鍛えたくて引っ越しやっとったけど、体力自信なければおすすめしないわ。他は何でもやったけど引っ越しと積み下ろしだけは絶対避けてた。全く自信ないからやめとくわ。引っ越しと積み下ろしはきついの？自販機補充の補助員バイトってまだあるんかな。中勤対策で助手席乗ってるだけの虚無のバイト。最高やな。何時間でもやりたいわ。勝った。僕15年無職。下定期。卒なの？高卒大中ニートやで。ニートってなるべくしてなるやつがなってるんだな。頭悪すぎる。なんでそのまま帰ったん？切れるだろ普通。しゃあない切り替えていけ。引っ越しは案件ガチャ要素クソデカやけど、下手したら本が大量に入った段ボールとかクソデカベッドマットとかを持って何度も階段上り降りさせられたりする。あとパワハラ並みに切れてくる気丸買いがちょくちょくおる。単発でも引っ越しはやめとけよ。前に客の高そうな食器棚のガラス戸ぶち割って社長にガン詰めされたわ。給料引かれなかったけど、会社戻ってから地獄みたいな空気やったわ。
Y が悪いみたいになってるけどなんで？当日募集かけてる方が狂ってない？イベント設営はやめとけ。でそんな段取り下手なの？結局、全部エッチのミスだよな。会社側のせいにするなよ。普通は気づくもんな。でもニートでも働こうとしてるだけマシだと思うな。それ？だろ？かわいそうだから誰か雇ってくれよ。確認も取れない奴を雇いたくない。性格は置いといて仕事させたらミスしそうだよな。まあ日雇いならすぐ受かるだろ。次行け、次。とりあえず日雇いなら襟物にしてもいいし、好きな仕事いろいろやってみればいいだろ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は両親から大事な話があると言われてしまった。ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは30歳。両親からついに大事な話があると言われる。急にまっまとパッパから呼ばれたんだが、バックれた方がいいよな。嫌な予感しかしないんを。何か身に覚えがあるのか？仕方ないな、さっさと行ってこい。ニートはい、一致に敬礼。引きこもり大学生はい、高みの見物。低み定期。ここんところずっと働け働けって言われてたんだよ。それでも嫌で逃げ続けていて、数日静かになったなぁと思ってたんだけどなぁ。やっぱり働けとかそういう話だよな。働けって話ならマシじゃない？だな、下手したらもっとヤバい話が飛び出すかもしれないぞ。一致、申し訳ない。パッパはクビになったんを。早く来いって言われてるけどなんとか部屋にこもってる。心の準備ができないんだが、誰か同席してくれよ。待ってろ、今行く。九州の端っこだけどな。大事な話がって言われた時点でもう終わってるから諦めろ。確かにそうだな、もう積んでると思うぞ。そうなんか？まだ働きたくないでござる。一致、30歳だろ。そろそろ親もヤバいと思ったんだろうな。今なら働けるのに働かない理由は？親は一生いてくれるわけやないで。それでもまだ時期じゃないっていうか、そもそも Y に合う仕事なんてないんや。集中がないし何やっても飽きるしさ、続くのなんかゲームくらいだぞ。自慢してる場合じゃないだろ。とにかく何の話か聞いてきてレポよろ。一致終了のお知らせ。大事な話って怖すぎるな。じれったいからはよ話を聞いてこい。まっままで来た。ちょっと行ってくる。マジで怖い。さよなら一致。その後、一致の姿を見た者は、Y もニートだけど、他人事には思えなくて震えてる。30歳って節目になる年齢だからな。まさか一致は消されるんじゃ。パッパ、一致、Y と一緒に丸のう。一致が30歳だとパッパとマッマは何歳かな。年金暮らしになったら一致を捨てるって話だろ。終わった。詳しく。今来た産業。マジで終わった。誰か住み込みで働かせてくれんか？出ていけって言われたってこと？丸されなかっただけよかったな。どこかに捨てられたかと思った。捨てられてはない。今まで散々言ってきたのに働かないのはどうなんだって言われた。めちゃくちゃ真面目な雰囲気で冗談一つ言えなかったし、いつものように嫌とも言えない雰囲気だったんだよ。で、3ヶ月内に働かないなら家を追い出されるって話やった。Y がしょんぼりしてたらマッマが少し助け舟を出してくれてさ。パッパは不満そうだったけど派遣やバイトでもいいらしい。でも派遣やバイトの場合は、1年内に正社員の仕事も探すことが条件を。厳しすぎないか？就活してないしバイト経験もないんだよ。バイト経験がなくても気合で働けるだろ。え、バイト受けで3ヶ月以内の就職とか甘いだろ。マッマが甘すぎていき。こうして甘い態度を取るから、ニートがニートのままでいるんだろうな。Y なら有無を言わさず追い出すのに。ニートって何のために生まれてくるんだろうな。帰省するため？親にとっての試練か何かじゃないのか？大事な話なのに追い出しもしない一致の親はバカだな。こういう時はさっさと追い出した方が荒用事になるんだよ。そうだな。Y もニートだったけど、今では20代の時に追い出してくれたマッマとパッパに感謝してる。たまだけど食事もおごったりしてるわ。偉いな。あとこれからはスマホ代なんかも自分で働いた金で払えって言われて、来月からスマホ料金を払ってもらえなくなるんだよ。バイトが見つからなかったら積んでる。ネット回線もどうこうって言ってた。別にスマホ代なんか払ってもらわなくても、家のネットに繋げばよくない？あ、でも家の回線もやられるらしいぞ。ああ、一致が5チャンネルを卒業か。5チャンネルくらいしか楽しみがないのにな。Y の楽しみを奪うんか。お小遣いって言っても、スマホ代くらいしか払ってもらってないのにさ。食わせてもらって済ませてもらってんのを忘れたか。これだからニートは。やっぱり一人暮らしさせた方が良いと思う。こんなのがバイトや会社に来ても嫌だな。家の回線をどうやるのか知らんけど、Y だけ繋げなくするとかなんとか。パスワードを一致にだけ教えなければいけるかもしれんな。それより追い出せば手っ取り早いのに。それ？ニートの親にはなったことがないけど、やっぱり譲渡乾くもんなんかな？いつも家にいるのに慣れちゃうんじゃね？
ところでニートと野良猫だとどっちの方が寄生虫だと思う？猫好きの愛を怒らせたいんか？猫は可愛いし癒し。イッチは気持ち悪いおっさん。30だもんな。ニートって赤ちゃんに近い存在だよな。自分で何もしないし、生まる子製造して寄生するだけだし。まあおむつ替えはいらんけどさ。それは赤ん坊に失礼。赤ん坊には将来性があるんだよ。ちなイッチは、察し。イッチ、本当に就職できるんかな？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。なぜ Y がニートになったのか考えてくれや。なんでやろうな。頑張ってきたからよ。自分への期待が大きすぎたから。足元がお留守だったから。頑張ったかな？ようわからん。定めじゃ。働きたくないんご。欲がないんやろ。めんどいからニートまでの経緯は簡単に書く。大学卒業後に就職する。しかし上司から嫌味を言われて辞める。実家に帰る。仕事しないでダラダラ。仕事しないでダラダラしてたから。だって怖いやん。マッマも最初は Y を働かせようと頑張ってたな。親が原因やね。せやろか。最近暇なんや。言い訳探してないで働けかす。金に困ってんの？スパイダーマンのやつ欲しいけど、金ないから困ってる。真面目に答えろ。生きていけるだけの金はあるのか？知らねえ。飯は出してもらえるで。おっやがまるんだら生活保護とか許さんで。恩恵も説教好きが増えたな。Y のいとこの場合は、高3の時に人間関係で辞めて以来13年くらい引きこもりやで。13年とか草。本人の妹はホテルマンと結婚して子供2人産んでるから対照的や。女は有利よな、ほんま。Y のアッネも一流してたくせに高学歴の男捕まえよったわ。真面目に大学卒業した Y はやってられんよ。イッチは今や生きてないからな。丸んでないだけの物体や。生きてるけど、他人の間違いを許さない息苦しい社会になってるから、ますます増えるで。互いに相手の首を絞めてることが分かっていても、緩めることを許さない社会やで。地獄とは現世のことやな。環境を変えれば多少はマシになるかも。Y ニートだけど毎月40万稼いでる。すげえ。ニートになった理由はもう分かってるやろ。上司に恵まれなくて、実家に帰って親に甘えてるんでしょ。じゃそれでいいわ。で、解決策は？それでいいわ、じゃなくて理由はもう分かってるじゃん。あとはお前が働くだけ。どうやって？どうやって、じゃねえよ社会のゴミ。就職した時みたいに努力するんだよ。大体お前のニートになった理由を考えるスレだろうが。もう答え出てるじゃねえか。甘えてねえで働け。はいはいほい。お前のゴミカスみたいな親のせいやで。お前が何もしないのも、何にもできないのも、全部親がしょうもないからや。説教するのは気持ちいいんやろうな。お前自分がなぜ説教されるのか分かっとるのか？分かってるで。ニートだからやろ。ニート以前の問題やんけ。みんなが人生を楽しんでる中、こんな惨めな生き物がいるんやな。みんな楽しんでるんかな。まあ親が許してるんならニートでもゴミでもええんちゃう？親が丸んだ時に周りに迷惑かけんなよ。ニートは人間に使う言葉や。イッチは猿か犬山口畜生の人間未満の存在や。犬山口畜生ってなんやねん。ミスった。このイッチは恩恵にこんなクソすれ立ててる時点で、健常者とは違うということを自覚してないんやろな。自分は分かったつもりで達観してるつもりなのかもしれんが、それすら外事なのを自覚してないんやなって。恩恵民は公爵垂れるの好きやな。やっぱストレス溜まっとるん。自分を立てているのは学生とかフリーターだけだと思い込みたいんやろな。こじってるで。ニートって来年のゲーム情報とかも漏らしてそう。全然わかめ。惨めやなイッチ。Y のおかげで説教できて気持ちいいやろ。大卒やしワンチャンあるやろ。転職すっかな。一気兄弟おるんか？姉がおるよ。かわいそうやな、姉も。こんなろくでなしが弟とか人生恨むで。Y 一人暮らししてるし、会うのはお盆とかの長期連休だけやで。姉もニートなん？ジムやってる。Y 4月でニート辞めたで。えらいやん。いつまでも親のすねかじるわけにもいかんしな。あとニートってつまらんかった。そうなんか？ Y はなったことないからようわからんけど。ニートやないんか？働いてるで。まだ社会人2年目やけど。何や嘘すれたいか。妄想かもしれんで。統合失調症かな。病院行くべき。イッチの親が丸んだら、多分姉はイッチと縁切ると思うけど恨んだるなや。みんな重荷は背負いたくないんや。そうやって人に考えてもらおうとするからやろ。それくらい自分で考えろよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。普通に考えてニートって今すぐ行動すべきじゃね。たった今もお前の履歴書の空白は増えてんだけど。そういうお前はニートということで。自分はどうなんだ？いやお前はどうなん？お前が先に答えろ。名を名乗る時は聞いた方が先だってブリーチに書いてあったぞ。使えねえカスが。漫画なんかを生きる指標にしてるからニートなんだよお前は。今すぐ行動したらニートやないやん。動けないからニートなんやぞ。気合が足りないだけじゃね。
つまりニートは甘えと言いたいのか？違うんか？金があって誰にも迷惑かけてないならよくない？別に俺は強制してないよ、勝手にしろよ。お前スレタイで行動すべきって言ってるじゃん。自分の言うことに責任取れよ。は？てめえは俺がすべきっつったこと全部すんのか？やるかどうかはてめえ次第だろがゴミ。休んだらええねん。俺なら怖くて今にも動いてるね。怖いって何がや？履歴書に空白ができるのが。え？なんで働くこと前提なん？世間体がどうでもいいならええんやない？一日一ターンやぞ。学生が言ってたらギャグ。期間に空白ができるだけで履歴書の空白は変わらんやろ。学生もそうだぞ。就活時に何も書くことないっすってなっても知らねえよ。たく話になんねえわ、ニートども。社会に出ない方が役に立つこともあるねん。今は時期が悪い。別にバイトやしょぼい会社の面接なら、職歴とか適当に書けばええし。べ、雑魚どもが。ニートになるやつがすぐ行動できたら苦労せんわ。ニートは本屋に行くのに1日、コンビに行くのに1日、レンタル屋に行くのに1日、映画見に行くのに1日や。それを同じ日にできん。ソースは昔の俺や。ターン制ストラテジーやぞ。これ、頑張っても2ターン。行動力がアホみたいになくなる。普通に考えることができないんを。ニート普通に考えてニートって今すぐ行動すべきじゃね？ニートたった今もお前の履歴書の空白は増えてんだけど、ニート気合が足りないだけじゃね？ニート名を名乗るときは聞いた方が先だってブリーチに書いてあったぞ。ニート俺なら怖くて今にも動いてるね。ニートったく話になんねえわニートども。履歴書の空白期間3年どうしようか困ってる。不安煽られたニート続々で草。甘いおじさんは止まるよっとスクールにぶち込め。空白長すぎて諦めとる。でもこのスレにいるやつでガチニートなんておらんやろ。サボリーマンと学生ばっかりやろ。ブチギレニートいっぱいおるやん。自己紹介オツ。空白歴が9年でも10年でも大した差ではないやろ。もう手遅れなんやから。自然から生まれ落ちたんやから、自然が丸を与える日まで生きるだけやで。人として生きてますか、小声、ただ単にひっそり心臓を動かしてるだけなら植物と変わらんぞ。生きるって戦うってことでしょ？実際学生しかいないよね。空白期間嘘書いたら怒られるやろか？その会社に電話されて聞かれたら終わりか？そもそもバレることがない。Y は実際に働いてたとこと働いたこともない嘘を混ぜて書くから、職歴多すぎるくらいなんやけど、どうしてこの仕事辞めたんですかと聞かれたら、お金ある程度貯まってしばらく遊べるなと思ったから辞めたという。面接合格率は7から8割はあるで。でも合格連絡来てから働くの面倒やなぁと考えて、他の面接も受けてたんでそこからの連絡来るまで少し考えさせてと言っておいて、考えた結果ニートでええやと断り連絡することが多々あった。最近は面接行く気もない。社会保険やら年金やらで所得調べられてバレるやろ。バイトやら派遣ならどうでもいいか。ニートしてても苦しいだけやろ。楽になれよ。部屋の掃除から始めるといいらしいで。なお汚いままの模様。普通に考えてこのスレに切れるやつって、ニート以外ありえねえんだけど。ニートがニートから高学歴までみんなにマウント取る世界や。ちなみに俺は高3な。動いても社会に受け入れられないからニートしてるんや。Y は悪くない。大丈夫や、諦めるな。高校の時からバイト面接80店舗ぐらい行って全落ちや。就活も全落ちで丸い枠で。笑顔は意識しているか？80店舗ってお前の諦めないパワーすごいやん。歯を見せるようにしとるわ。80枚ほどの証明写真と履歴書用意する資金が痛すぎてやめたわ。なんでそれで落ちるんや？頭がとんでもなく悪いわけでもないやろ。頭の良さは保証できんけど引率やで。お前なんなん？顔がキモすぎるでもありえないやろそんなん。顔面偏差値13やけどなぜなんや？清潔感は意識して爪髪眉毛手入れしてたんやけどな。整形しろや。金ないねん。ただでさえ奨学金で金借りとんのに。そら現時点が一番自分を売れるからな。そういうこと。働きたいけど無能すぎて働けないんや。品出しバイトすらクビになったことある。何十年か生きてるうちには輝く日も来るんやで。下積みはいるけどな。何かしら行動すればいいんやないの？知らんけど。バイトなんて面接に時間通り来て人の言葉が喋れれば採用なんだが、どこ受けたらそんな落ちんねん。大体学生時代から楽しかった思い出がろくにないんや。一致とは生きてる世界が違うんやで。親に帰省して丸沼でぬくぬくするで。ニートとか関係なく、思い立ったらまず行動が一番成功するで。それができないからニートなのであって。ほんまこれ思うわ。行動しないと頭の中にタスクみたいに残って、どんどん増えていってモヤモヤする。でも行動力落ちとるからなかなか動けんのやけど。もう10年目や。そんな簡単にニートを辞めれたら困らないんだよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。40歳無職 Y、未だにやりたいことが見つからない。なんなん。夢とか目標とかないんやけど。ないんやろ。
そんなこと言わないで。普通あるもんなん。20代前半の悩みやろ、それ。10代後半やろ。20代はできることを探し、30代はやってきたことの延長。40代はその分野で成熟する、って感じだと思う。そんな理想的な生き方できんわ。やりたくないことばかりの言い訳だぞ。それはある。何もやりたくない。何もやらないのが目的でええやろ。40歳までニートできる過程ってある意味勝ち組やろ。確かに。まずは親を安心させることから始めようや。心配してちょいちょいお小遣いくれる。申し訳ないけどありがたくもらってるわ。もう何もできない、のが正解やで。これ。最強伝説黒沢かな？俺の人生。中流家庭に生まれ、浪人や留年もせずにそこそこの大学出て、業界ナンバーワンの大企業に入社して、25歳で車買って、26歳で主任になって、28歳でそこそこ可愛い保育士の嫁と結婚する。ここまで王道の人生歩みすぎてて我ながら感心する。なんかないん。地域の優勝みたいとか。わからないまま終わる。そんなのは嫌だ。リーマンやりたくて働いてるやつなんぞおらんのやで。どのくらい本気で探しとるかやな。結構切実。せめて働けや。社会に少しでも役に立つことをしろ。みんな楽しそうに見えるわ。みんな満足してる風に生きとるだけやぞ。慣れ合い雑談じゃないのかな？ラーメン屋巡りとかどうや？好きだらけのスレだから慣れ合い不可避。Y 程度が普通に生きたら女と関わることもない人生というのに。絶望や。やりたかったこと。幼稚園児時代、みんなと遊ぶ。小学生時代、漫画家が夢。中学時代、弁護士に憧れる。高校時代、バンドにハマり音楽家を夢見る。飲食住み込み時代、ニートに憧れる。海外移住時代、バイリンガールに憧れる。店長時代、ニートに憧れる。未だに最強の職は決まっていない。Y と一緒に警備員やろうや。つまり、今のそういう生活が最もエッチの得意なことなんやで。でも生活費カツカツで辛いんや。いつまでも親にお小遣いもらうわけにもいかんやろとは思ってるし。とりあえず働けや。倉庫とかでええんちゃうか？体力使うのは無理無理かたつ無理。今何の仕事しとるんや？ SE やないけどそれっぽいことしてる。Y より余裕で儲けてそうやん。所詮は使い捨ての非正規や。なんもええことない。スキルが身につくならええやん。そんで転職すらええ。でもなんも楽しくない。だせえや。なんだかんだ一番かっこええのは、バンドで作詞作曲して飯食ってる奴らだな。すげえや。一曲売れただけで丸沼で食っていけるからな。すげえよ。しゃあない。見つかるまで備えておけ。まずは子供部屋から脱出。一人暮らししてるで、家賃は5万円や。Y の収入だとこれでも辛い。なんで実家帰らんのや？実家帰っても仕事あるわけでないし友達もおらんし、でもそろそろ帰ってもええかもしれん。潮時や。少なくとも雨風はしのげるし。実家田舎なん。くっそ田舎。老人しかおらん。なんでもええから仕事くらいはせえや。まあ、実家が金持ちで丸沼で働く必要ないなら別やが。すまん、ほんまは働いてるで。非正規でボーナスもないクソ雑魚なめくじやけど。なんや働いとるならええやんか。Y も自営でボーナスないで。確定申告が面倒すぎる。スレタイをちょっとキャッチーにしたかった出来心だったんや。自営って儲かりそうやんええな。零細ライターやし儲からないわ。生活はできるが病気になったら収入ゼロやぞ。ライターとかクリエイティブな仕事憧れるわ。ヒット作作れるのは一握りなのかもしれんけど。Y は創作能力皆無や。クリエイティブ言うても、1と2を足して無理やり4にするような仕事やで。おすすめはできんわ。平均的氷河期。幼稚園児時代、引きこもる。小学生時代、ファミコンする。中学時代、スーファミする。高校時代、プレステする。大学時代、PS2 する。バイト時代、PS3 する。現在、PS4 する。普通に金稼ぎでええやん。つまり企業や。働くて自己実現やろ。生活や金稼ぐために働くって、浅いよね。ほんまやで。そろそろ親も丸にそうやし、どうしよう。親病気なんか？離れてたら心配やな。親元離れて一人暮らしして家族持って、みたいなのが無条件に幸せで当たり前なのかと思ってたけど、親元にいる方が親孝行で人生充実してる気がする。ちな彼女もいないからその辺も心配されてる。見つける気ないやろ、一致。家族でバーベキューとかやらんの？昔したことはある。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。